皆さんこんにちは、助産師のしおりーぬです。衛生の話をもっと気軽にオープンにというテーマでいつも動画をお届けしているんですが、今回は SNS の使い方、もう一度みんなで考えてみようというところでお話をしていこうと思います。性教育のチャンネルでどうして SNS の話って思われるかもしれないので最初にお話をしておくんですが、私は性教育というのは全ての人が自分の権利や自分と関わる人の権利っていうのをきちんと守りながら、みんなが健康に安全に生きていくために必要なスキルをお伝えするっていうのが性教育だと思っています。なので性教育っていうのはベースが人権教育だというふうに私は感じているんですね。でそんな中で今 SNS っていうのはすごく皆さんにとって身近なツールになっていて、もうそれなしで生活するっていうのはなかなか難しいんじゃないかって思えるほど身近に感じられるツールになっていると思います。 SNS を通じて人とコミュニケーションを取りながらこの社会の中で生きていくっていうことを考えた時に、その SNS で人を傷つけてしまったり、ましてや何か犯罪になってしまうようなことを SNS 上でしたりしないようにですね、相手の安全と自分の安全を守りながら SNS を使えるスキルっていうのは非常に大切なんじゃないかなというふうに思っております。なので今回の動画では SNS で人とコミュニケーションを取るときに気をつけた方がいいことを3つまとめてお話をしてみようかと思います。はい、というところで SNS を使う時のポイント、1つ目、距離感を間違えないっていうことですね。まあ Twitter とかインスタとかそういう SNS を使ってると、自分とは面識がない、会ったことがない人であっても簡単にリプライとかコメントっていうのを送ることができるので、コミュニケーションのハードルってめちゃくちゃ下がってると思います。なんですけど、そのハードルが下がってるからといって、実際に人と初めて会ってお話をする時のような距離感っていうのを全く無視していいかっていうと、そんなことはないと思うんですね。例えば道で会った人にいきなり、おいお前さとか言わないじゃないですか。まあもしかしたらそういうこと言ってくる人もいるかもしれないけど、自分がもし見知らぬ人に道端でおいお前って急に言われたら、え、なになになに、ちょっと怪しい人っていう、なんかこう警戒心を覚えるじゃないですか。なんかそれって別に SNS 上でも変わらなくって、自分と面識のない人から急に攻撃的なコメントが届いたりとか、誰からもわからない人からめちゃくちゃ慣れ慣れしい口調でコメントが届いたりとかすると、もらった側って結構戸惑いを感じていると思うんですよね。特にその相手が有名人だったりとかすると、自分のことを相手は知らないんだけど、その有名人の相手のことを自分はとってもよく知っているから、しかもそれが自分のファンの有名人だったりすると、自分としてはすごい身近に感じている存在だったりするので、ついお友達とかと話す時と同じような感じで声をかけたくなることもあるかもしれないんですけど、そこはネット上ではない現実世界と同じような適切な距離感っていうのを意識した上で関わっていくということはとても大事なんじゃないかなと思っています。まあ、とはいえ実際には会ったことない遠くにいるような存在の人とでも気軽にコミュニケーションを取ることができるっていうのが SNS のすごくいいところでもあったりするので、その相手を戸惑わせてしまうほどの距離の詰め方をしないっていうことを配慮した上でコミュニケーションをね図っていくっていうことであれば、それは適切な SNS の楽しみ方と言えるのではないかなと思います。続いて2つ目、その人に直接会って顔を見て言えないことは言わないっていうところですね。まあ Twitter とかそういったものは自分の名前や顔やそういったものを全て伏せた上で相手に言葉を届けられるというツールなので、どうしてもきつい表現、相手をバッシングするような表現っていうのが表現しやすい場だなというふうには感じます。でもちろん全ての人には自分の思ったことを表現する権利っていうのがあるわけですが、自分が何か思ったことを自分の身近にいる家族や友達と内輪にこうおしゃべりをし合っているっていうだけの状況と、それを全ての人が見ることができるインターネット上に文字として書き起こして発信をするっていうことはすごく大きな違いがあると思っています。そこにある大きな違いっていうのは、その言葉を相手にダイレクトに届けることができるっていうことだと思うんですね。もちろん人には愚痴を言いたい時とか、イライラしたことをイライラしたって人に話して発散したい時ってあると思います。やっぱり人ってこう言葉に書き起こすことで心を落ち着けたりとか、モヤモヤする気持ちを発散したりとかって、それは大事なストレスマネジメントの方法なので、その全てが悪いとは思いませんが、その自分が嫌いとか嫌だとかそういう風に思った気持ちがその本人にダイレクトに届くってどういうことかなっていうのを一度立ち止まって考えてみてほしいなって思うんです。もちろん言葉を使って人と議論をするというのはとても有意義なことで、何か一つの事柄に対して自分はこれに賛成だと思うなとか反対だと思うなとか、そういう意見をネット上でこうね交わすことによって、また新たな意見が生まれてきたりとか、いろんな人の
考えが深まるっていう、もちろんいい効果もあると思うんですけれども、やっぱりこう距離感とかマナーとかそういうのをわきまえた上で届く冷静な批判の言葉と、もうただ単にその人をバッシングしたい、その人を傷つけたいっていうだけで発されている言葉っていうのには大きな違いがありますよね。そういう言葉に毎日毎日さらされていったりすると、当たり前ですけど人の心はどんどん傷ついていきますし、それこそ生きる活力を奪うことにもつながりかねません。もしどうしてもそういう強い言葉で誰かを批判したいっていう気持ちが出てきた時、それはネット上に書き込むのではなくって、自分の友達とか家族とか身近な人と共有するだけに留めてもいいと思うんです。インターネットの世界は顔も見えないし名前もわからないから、実際に人と顔を合わせて使う時の言葉とはやっぱり言葉の使い方の重みが変わってくるかもしれないんですけど、自分が打つその言葉がその人が目の前にいたとしても言えるような言葉かなっていうのはしっかり考えた上で SNS っていうのは使ってほしいなと思っています、それから3つ目、相手の外見をジャッジする言葉は使わないっていうことなんですけれども、どうしても芸能人の方だったり、インフルエンサーだったり YouTuber だったり、そうやってこう人前に顔と姿を出して活動をしている方っていうのが世の中にはたくさんいらっしゃいますね。で、そういう方の多くが自分の外見に関する人からの評価っていうのを毎日のように受け取っています。で、もちろん皆さんも例えばブスとかデブとかそういうこう明らかに悪口と言えるような言葉は言っちゃいけないなっていうのは皆さんも分かってらっしゃるかなと思うんですけど、中には自分が褒め言葉のつもりで言った言葉が相手を傷つけているという場合も少なくないんですね。これは私自身も昔に結構大きな失敗をしちゃったなと思ってる出来事があるんですが、私が学生の時に友達にすごく細身のスレンダーな女の子がいたんですね。で、私は自分自身が太めな体型なことがすごくコンプレックスなので、そうやって痩せてる子を見るといいな、羨ましいなっていつも思っていたんです。で、その子は普通に友達だったんですけど、その子とおしゃべりをしてる中でふと、あれ、また痩せたって言ったことがあるんです。私としてはその子が痩せてることをすごく羨ましいと思っていたし、本当に素敵な子だなと思っていたので褒め言葉として言ったつもりだったんですが、その子からあった返答は、私すごく痩せてることがコンプレックスで、食べても食べても太らないっていうのをすごい気にしてるから、痩せたって思っても聞かないでって言われたんですね。で、その時に、あ、自分が人がコンプレックスだと思ってるって決めつけてること以外にも、人にはいろんなコンプレックスがあるんだなって思ったんです。私は痩せてる人が痩せてることをコンプレックスに思うなんてその時は全く思ってなくて、私はとにかく痩せたくて仕方がなかったので、食べても食べても太らないなんてなんて幸せなんだろうってその時は思っちゃってたんだけど、でもそうやってその子がコンプレックスなんだよってきちんと指摘をしてくれたおかげで、あ、私が褒めたつもりで使った言葉でも人を傷つけてしまうことがあるんだっていうのをその子から教えてもらったんですね。で、外見とか体質って本当に生まれ持ったもので、生まれてくる時にどんなパーツがいいですなんて選べたらいいけど選べないじゃないですか。そうやってこう変えようのないものを持って生まれたものを人から評価されるってすごい怖いなって思うんです。それこそ私は普段思春期の子たちと関わることも多くありますけれども、思春期の女の子たちで人から言われたその体型への評価っていうのをきっかけに摂食障害になったりだとか、心をね病むようなきっかけになっている方もたくさんいらっしゃって、もう太るのが怖い、食べるのが怖いっていう風に食生活もねままならなくなっている子たちのお話もいっぱい聞いてきました。で、摂食障害って日本ではすごく深刻な病気で、この時代に飢餓で亡くなっている子たちってすごくたくさんいるんですね。なんでこの日本で飢えて死んじゃうのかって言ったら、やっぱり自分の体型へのコンプレックス、太りたくないっていう思いからご飯を食べれない、恐怖心からご飯を食べれなくて飢えて亡くなってしまうというケースも少なくありません。だから人の外見への評価って結構皆さん気軽に使うけれども、それが人の人生を大きく左右する可能性があるんだっていうことはぜひ認識をしていただきたいなって思いますし、人のね見た目をジャッジするような言葉は気軽に使うべきではないなと自分としては思っています。で、こうした動画を作ったついでにお話をしてみると、私のコメント欄とか、いろいろなツールを通じて私の元にもたくさんの誹謗中傷っていうのが届きます。もうね、ブスとかデブとかババアとかそんなのは毎日のように言われますし、チャンネルの内容上というかですね、セクハラに当たるようなコメントっていうのも連日届きます。で、これを隠しておくのがなんとなく心苦しかったので言っちゃうんですけど、そういったこう理不尽なバッシングですと
とかハラスメントに当たるようなコメントっていうのは私はガンガン消してます。まあなんかネット上のね発信を見てると YouTuber でコメントを消したりするのは逃げだみたいなね発信を見たこともあって、なんとなくコメントを消すということに後ろめたさを感じていたこともあったんですけれども、ある時視聴者の方からね、私の動画のコメント欄を見ているとそういうバッシングのコメントがとても多くって、すごい楽しみに動画見に来てるのにこういうのを見ると一緒に悲しくなっちゃうっていう風に言ってもらったことがあったんですね。私はこのチャンネルの動画を見て、より自分とか自分と関わる人のことを大切にできるためのスキルを身につけようって思って見てくれてる方のために私は動画を作っているのであって、その人たちを悲しませてしまうっていうのは私の本意ではないっていうか、そんなことはあってはならないなって思いましたし、まあ、私も人間なのでそういうこうデブとかブスとかいっぱい言われたりね、セクハラなことを毎日のように言われていれば、まあ、傷つくわけですよ。そうやって傷つきながらもそういうコメントをきちんと受け取りながら発信を続けていくことと、もうそういう発信とはきちんとおさらばして私が元気に発信を続けていけることとどっちが大事かなって考えた時に、私はこのチャンネルを応援してくれてる人のために元気にこのチャンネルを運営し続けられることの方が大切だと思ったので、そう思ってからはこれはひどいなっていうコメントはガンガン消していってます。で、まあなんかそういういわゆるアンチコメントみたいなねものに対して、そんなの相手にした方が負けだよとか、スルースキルを身につけた方がいいよみたいな言葉をねかけられることも多々ありますけれども、例えば目の前でいじめが起こっている時にこういじめられてね殴られたりしてる子がいた時に、その子に対していやそんなの相手にした方が負けだよ、スルーした方がいいよって声はきっとかけないじゃないですか。だって痛いんだもん痛いんだからさやめてって言うじゃん。なんだけどそれが言葉になった途端にこう自分の身体的な痛みとか怪我とかにつながらないからスルーしなよって言われるのかもしれないんですけど、言葉の暴力で心は確実に傷ついていますからね。それをこう傷ついてる側の人に我慢をしなさいっていうのではなくって、傷つけてる側の人に傷つけることはやめましょうよっていう風にこう社会が声を上げていくことの方が大切なんじゃないかなと個人的には思っております。 SNS めちゃくちゃ便利なツールだし、私も Twitter とか YouTube とかこういう媒体を通して皆さんと意見を交わしたりとかいろんな情報をシェアしたりとかできるのすっごい楽しいんですよ。楽しいからやってるんですけど、やっぱりそういう便利で簡単に使えるツールだからこそ人のことを傷つけることも簡単にできてしまうなというふうには感じるんですね。なのでこの機会に改めて自分や自分の大切な人を守るためにどういう配慮をしながら使った方がいいツールなのかとか、 SNS というツールを使いながら多くの人とコミュニケーションを取りながらどんな風にしてこの社会で暮らしていこうかみたいなことを一度立ち止まってみんなと一緒に考えることができたらいいなというふうに思っております。はい、ということで今回は SNS の使い方ということについて皆さんと一緒に考えてみました。参考になったでしょうか。この動画良かったぞという方はぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。せーのでせーのタブ踊りさてもっと気軽にオープンに語り合おう。セレケーション。